はい、こんにちは。大垣で創業86年、窓を健康と防犯防災の面から考える山田からすね山田です。今日は面格子の取り付け位置についてお話をします。面格子を取り付け希望のお客様からよく聞くのがですね、どの位置で取り付けたらいいですか、またどんなタイプを使えばいいですかというご質問が多いんですね。面格子を取り付ける場合の考え方として2つあるのが、1つはですね、今のご時世でしたらこれはもう防犯ですね。そしてもう1つはやはり台風対策ですね。台風の時に物が飛んできてガラスが割れないようにする、そのために面格子をつけてほしいというお客様もお見えになるわけなんですよね。何を選んでいいのかという部分に関してなんですけど、1つはですね、取り付ける位置ですね。家の中のですね、どの面につけるかということなんです。例えばですね、防犯で言うならば人通りが多いところと少ないところがあるわけなんですよね。面格子といえどもですね、時間をかければ壊せないことはありません。ですから例えばですね、人通りに面しているところ、そうでないところで分けるならですね、当然ですね、まあ比較的人通りが多いところに関しては私は通常のアルミ面格子でいいと思うんですよね。しかし一本入ってですね、人通りがあまりないところ、それから一回侵入してしまったらもう分からないところですね、それについては以前にもお話しました公共の面格子という防犯タイプの面格子をつけられた方がいいと思います。それからですね、台風対策についてはですね、なるべくピッチの狭いものの方がいいと思うんですよね。ただしピッチが狭いとですね、やっぱり外の景色がですね鬱陶しくなっちゃうわけなんですよね。一番ですね、景色が見やすいというかすっきりするのは当然縦型の面格子、もしくは横型の面格子ですね。そして一番見づらいものが菱クロスですね、とか井桁格子、これは当然面格子ですね、格子の数が違うわけなんですよね。ですから当然その部分が見やすい、見にくいという部分であると思うんですが、例えばですね、その台風の時に物が飛んできた時にですね、どちらが守ってくれるかということで考えるとですね、アルミ面格子の格子のピッチっていうのは大体ですね100あるんですね。でそこから正確に言うと面格子の太さを引いてくるとですね83ミリぐらいなんです。でそれがですね、飛来物が飛んできた時にどんな飛来物が多いかということなんですよね。極端な例で言うと瓦が飛んできたとしましょう。日本瓦っていうのは大体30センチ角なんですよね。でそれがくるくる飛んできて当たりましたと言った時に、83のピッチのところにスポッとこう対角にその瓦が当てはまった場合に、だいたいその瓦が突出する部分っていうのは4センチなんですよね。だからその4センチをカバーするには何がいいのかということなんです。でちなみにですね、アルミの面格子っていうのの窓からですね面格子までの距離ですね、これは標準で言うならばですね42ミリなんですね。ですから、まあ、当たらないといえばギリギリ当たらないわけなんですけども、調整もできるわけなんですよね。約3センチほど前に出すことができるんです。ただ7センチですね、窓と面格子の間が空いているとやっぱりちょっと不安ですよね。ですからそういったことを考えられる場合というのは42ミリよりですねもう少しある、例えば5センチぐらいの距離だったらそんなに心配ではないと思うんですよね、防犯的には。ですから例えば少し調整していただいて前に出していただくということが飛来物に対する対策にもなるんじゃないのかなというふうに思います。で形状からいくと縦面格子、横面格子、アルミシクロスというふうにありますよね。当然アルミシクロスの方が飛来物に対しては僕は強いと思うんですよね。もう一つ言うならば横面格子ですね、こちらの方も比較的いいんじゃないのかなと思います。ただこれは飛来物がどういう形で飛んでくるかわからないんです。例えば縦面格子に対してはまっすぐ飛んできた時っていうのはすり抜けてしまいますよね。そう先ほど言った対角で4センチですよっていうのも通用しないわけですし、また横向きに飛んできた時にやはり同じように4センチという部分は通用しないわけなんですよね。そうなってくると縦にも横にも飛来物が飛んできた時に対応できるのっていうのはアルミ紙面格子ではないのかなというふうに思うんですよね。ですから台風対策で使われる時っていうのはちょっと外の外観がですね見づらいかもしれませんけれども、アルミシート紙を使われた方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。取り付ける場所、それから目的によってですね面格子というのは選ばれるべきですし、もう一つ言うならばその面格子の取り付け位置ですね、それを標準収まりにするのか、それとも少しだけ前に出して取り付けるのかという部分で
対策という部分が変わってくると思いますので、ぜひご参考に